東日本大震災から間もなく5年です。警察庁の金高雅人長官が岩手県の陸前高田市で献花しました。東日本大震災では住民の避難誘導の最中に津波に流されるなどして25人の警察官が殉職し、いまだ5人の行方が分かっていません。警察庁の金高長官は殉職した警察官が勤務していた陸前高田市の交番を訪れ献花しました。津波に襲われる中で職を全うされた方々の崇高な精神をですね、我々警察職員はいつまでも心の中に刻んでいきたい。